阪神館の珠玉のスイーツコレクションをシティライフの読者モデルがテイスティングするコーナー、略してスイコレ。今回ご紹介するのはケーキショップトゥールブランです。芦屋で人気のケーキショップが昨年9月に甲子園に登場しました。高級感あふれる雰囲気ながら、ショーケースの中はどれもリーズナブルで季節感あふれるケーキばかり。オーナーこだわりのシンプル焼き菓子や焼きドーナツにも注目したいところ。そんなトゥールブラン、オーナーシェフ珠玉の一品はこちら、いちごのモンブラン。この春の新作のいちごのモンブランです。サクサクのパイに、フレッシュのいちごを丸ごと潰しましたソースを作りまして、フレッシュの生クリームと合わせましたクリームをたっぷり絞っております。中には酸味を持たしたラズベリーのムースを仕込んでおります。フレッシュのいちごを、あしらいまして、この春の一番のおすすめのメニューでございます。ぜひお召し上がりくださいませ。試食するのはシティライフ読者モデル。今日の読者モデルはこちらのお二人です。リュウです、よろしくお願いいたします。佐藤です、よろしくお願いします。はい、今日のケーキはトゥールブランさんのいちごのモンブランです。すごい可愛いですね。春ですね。ではいただきましょうか。いただきます。どこから手をつけたらいいか悩みませんか。悩みますね。いちごにするか。おいしい、すごい甘酸っぱい。いちごの味がしっかりしてますよね。やっぱりいいものを使ってらっしゃるというのが分かりますよね。いちごもとってもおいしいですし、この甘ったるくない、甘すぎないクリームが本当においしい。トゥールブランさんってすごく手が込んでるのにリーズナブルなお値段で、町の人としてはとても利用しやすいケーキ屋さんですよね。お花見とか ね、いいですね。お差し入れとかでね、すごく甘酸っぱいラズベリーのムースと爽やかな生クリームが本当に合います。とっても美味しいケーキです。パイ生地、タルト、カスタードクリーム、そしてジャム、たくさんたくさんのいちごが味わえるケーキです。春らんまんを感じられる究極のいちご尽くし、リーズナブルなのもとっても魅力です。いやー、やっぱりこうね、美味しそうでした ね、はい、皆さんでも本当にコメントが上手になられてよくわかりますよね。やっぱあの女性はやっぱりスイーツに対してこだわりあるから、どんどん言葉が出てくるんですか ね。でもやっぱり笑顔がいいですね。美味しいものを食べてみて ね、ちょっと僕もね食べてみたいなと思って、試食とかも ね、今度ねここにないですか ね、お願いしますよ。一度ぐらいは。